立ち部立ち部、字は、佐都指定。倒菓子、満州寄派他人の新潮の軍人。祖国藩に、中優にして大いに用いるべしと高く評価された。はじめは、下記栄町槍森軍敵三島自衛に任じられ、湖南省に派遣された。1852年に、太平天国軍の攻撃から調査を防衛したことで、有撃に昇進した。 1854年には、太平天国軍に対象して、昇丹を奪還した。当時、祖国藩は、安志港で苦境に陥っており、調査の人心の動揺が見られたが、立部の勝利により、人心の安定を見た。この港により、総兵区組を加えられ、バトルの称号を与えられた。その後ら、佐和南の水軍と共に竹州で、祖国藩を再度救援した。 8月に、武将の太平天国軍は敗走したが、立部は、副兵を用いて、これを殲滅し、この軍港を祖国藩が上奏。立部は、湖南帝督に任じられた。10月には、羅、沢南と共に、田谷鎮を攻め、太平天国の党ただし西軍を破った。1855年3月、武将が再び、太平天国軍により陥落。これに対して立部は、 援軍を派遣した。6月に祖国藩と会談して、厚生省の急行攻撃が計画されたが、7月に武将攻撃の命令が下った直後に急止した。死後はその死を悼んだ皆豊か門により、忠武の死亡が与えられた。ありがとうございます。